豊川稲荷札幌別院は、本院が北海道札幌市清区北の7条2丁目8の18、祖院が中央区南7条西4丁目1の1にある総当州玉ら禅寺の別称である。豊川稲荷の別院である。祖院は明治31年改装。本院は昭和59年建立。祖院は札幌市の歓楽街。 すすきのの中心部のやや南側に位置する。1871年に遊郭が設置されて以来、すすきのは商業地、繁華街として発展したが、商売繁盛を司る稲荷神への信仰は早くから存在し、1880年代初頭にはすでに無重の稲荷堂が建てられたという。その後百九十四年に地元の酒造業者、畑野与三郎によって、 豊川稲荷の分娩を迎えようという計画が持ち上がり、現在の札幌市中央区南三条西四丁目に設立事務所が設けられ、募金活動が開始された。畑野が下流会とつながりが深かったこともあり、発起人には料亭、芝居小屋、遊郭、鍵盤などの関係者が数多く名を連ねた。一年足らずの間に、現在の金額で一億円近くの錠剤が集まり、 1895年から現在地で稲荷堂の建設が始められ、以後、豊川稲荷は、すすきのの守護神と呼ばれ、地域の人々の崇敬を集めることとなる。玉垣や門中には寄進者として、地元の有力者や工業主などのほか、鍵盤に属する芸儀などの名前も数多く、刻まれており、花町との関わりは特に深いものがあった。昭和初期までは、 芸妓や遊女、小料理屋の女主人や仲居など、水商売に縁のある女性がお百度を踏む光景が頻繁に見られたという。また、毎年9月22日に模様された霊体祭は、かつては札幌神社祭、三好神社祭と共に札幌三大祭りと呼ばれるほど盛大なものであった。1976年5月25日、 札幌漁院業団体連合会会長、熊谷周一らを中心とした、すすきの加害愛悼党非混流規制会によって、すすきのの加流会の無縁物と水子を愛悼する、すすきの将棋並み水子愛悼被が混流された。境内を取り囲む玉垣は、地域の再開発などによって、昔よりも大幅に縮小されているが、災害などでの損壊を免れた本殿や門柱などと、共に、 遊郭時代のすすきのを忍ばせる数少ない公となっている。清田区の本院は1984年、改装88年を記念して新井寺として、建立された。上記の経緯もあり、本院、祖院では、水国用が行われており、毎月24日には、水国用合同法用、毎年5月24日は、水戸赤非混流記念法用が催されている。 ありがとうございます。